スウェット・オン・ノ・ティアーズのゲームやるのがすごい楽しみでしょうがないんだよね。しかも前回どこで終わったんだっけ。あ、もう10月だ。10月入ったらそろそろ勉強しないといけないかな。あ、そういえば今日は乙女さんの誕生日だったっけ。お祝いとかしてあげた方がいいのかな。祝わない祝わない祝わない。なんか、やっぱやめとこうかな。乙女さんそういうのって苦手そうだしね。確かに。今日は何をしようかな。あ、ランキング戦なんだ、やっぱ。あ、前回この話をして終わったんだっけ。ランキング戦と新人戦がこの動画に収まると思うみたいなこと言ったんだっけ。誰と当たるんだ。モンシロ先輩かな、それとも龍馬くん。あ、すごい飛ばしちゃったけど、まあいいや、カツオだし。やっぱモンシロ先輩だ。てかちゃんとこんなに先輩いたんだね、ちゃんと。強っ、私強っ。水野、あ、水野くんってあれね。ああ、また飛ばしちゃった。まあいいや。お互い4ゲームずつ。あ、でも、ももしろもパワー強いからな。水木さん、一回も、てか、ルドルフ一回も出てきてないよね。このゲームに。あ、でも、試合中喋ることなくなっちゃうからどうしようかな。くせ者。あ、これにしよう。瞬発力ないもんね。あ、精神力まだあんじゃん。オラ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 にしよう。オラオラオラ。これはいいや。よし、とりあえずパワーをどうにかしといたらいけるはず。これくらい強くね。あれ、面白球遅くね。決めるぜ。あれ、お前も、あ、アウト。ラッキー。ドロップボレーが打ちたいんだけど、私それ苦手なんだよ。下手くそなんだよ。丸を弱く押すらしいんだけど。くらいやがれ。あ、必殺技一回も使ってない私。おっしゃ。女の子相手に力技、力技って。でもこの面白のチビキャラ可愛いかも。お、ほらね。ラッキー。サーティーフィフティーン。ほらほらほら、行くぜ。このフィニッシュってなんなの。あ、そう、見えないんだけど、下のって下のせいで。今の私のせいじゃないから。今のは私のせいじゃないから。クソくらい。お前のボール遅いな、私に比べて。あ、ちょ今の私が悪いわ。サーティーフォーティー。あ、でも喋ってたからしょうがない。ちょっと待って、ここは集中していこう。あ、ガンガン。あれ、ゲーム面白。まあいいや、まあ、こっからこっからこっから攻めるもんねん。これ×ボタン押せないんだよね。下のアイコンの上に出てないから。雨よ。あー、ひどい。ちょっとこれ俺カットするかも。ジャックナイフ。フィフティーンラブ。やったぜ、ラッキー。やったね。あとこれもフィフティーンオール。性格魂使っとくか、一応。タイム。オラオラ。オラオラオラ。これ負けたらシャレにならないわ。おっと。
お、よく間に合ったな。あ、ラッキー。アウト。やったね。知ってみて、カイドウがモシロウを音符するエピソードは割と好きだよ。途中寝てたけどね。あれどうやって捕まってたんだろうね、崖で。崖をの揺れ登ってるのに、モシロウの力だけでしがみついてたのかな。だとしたらカイドウくん割と大変な思いしてるよね。お、返せた、よかった。返せないかと思った。ちょっと見えないんだってやめてよ。割とガチ切りしたかも今。サーティーオール。見えないんだっちゅうね。あ、待って。タイム。体力なくなってきちゃった。これで負けたらダメだよ。面白い、棄権しねえかな。あ、よかったー、返せて。私が最初の頃ボミスしなければ。嫌いだね。あ、これで負けても私はやり直せるけどね。よし。やべ、マッチポイントじゃん、向こうの。あかん。4030ランキング戦ってエンディングに関係するのかな。でも手塚はもういないんでしょ。手塚がいない今って龍馬が一番強いんじゃないの。うわっ、割と普通に難しいもんなのかな。ちなみにバレーボールでもできないし、バスケットボールかでもできない。やったぜ、勝っちゃった。やったー。ワンバイプレイヤーゲームセット。新人戦ってダブルス、それともシングルスだよね。普通にシングルスだよね。やるじゃねえか。2年のレギュラーを倒して勝ち残るなんざ努力の結果かな。ちょっとは頑張ったつもりなんですよ。試合が終わったコートでいつまでも何やってやがる。さっさと片付けろ1年。もうちょっと褒めてもらっても。はーい。扱いに慣れてきてる。今日は絶好調だったよね。この調子でランキング1位をキープしなくちゃ。望みは高く、ファイトだ。ランキング1ちょっと見てみるか。待って、その前に、待って、のんびりじゃない。あ、今週？あ、私1位じゃん。龍馬くんより強いんだけど、やったー。あ、でも10月か、これは。10月期か。あ、やっぱ部長が、あらら。あ、ナミちゃんもやるじゃないですか。じゃあ一回セーブして、新人戦のために普通に鍛えようかな。何を鍛えるんだ。パワーはもう十分。でもパワーもっと鍛えようかな。だったら、することないし。これが体力もっと上げようかな。思い出なんか一個もない。思い出せないわ、そんなに。中学の時は一応部活入ってたけど、文化部で。割と楽しかったよ。先輩たちも優しかったし。どうしよっかな。瞬発力か。何あげればいいんだ。もうこれ以上あげるもんないよね。パワーの次に必要なのって体力だよね、普通に。その次に技術力とかかな。じゃあ走り込みします。何、あ、これはさっき攻略サイトで見たかも。答
この机リアルだよな。さあ待ちに待ったランチタイム。ん、もうお腹ペコペコ。ん、やっほー。お、いたいた。ひかまる先輩どうしたんですか、一年の教室なんかに。あ、もしかして落第。あー、そういうこと言っちゃう。落第ってだったらもういいもんね。せっかくお土産持ってきたのに。え、お土産、冗談、嘘嘘、冗談ですってば。え、あ、先輩か。どうしよっかな。いやん、そんな菊丸先輩意地悪言わないでくださいよ、お願い。じゃあ、はい、これがお前へのお土産だよ。はは、ありがとうございます。それで菊丸先輩どうでしたか、修学旅行。そりゃもうめちゃめちゃ楽しかった。いろんな珍しいもんは見れたし、食べ物は美味しいし、最高だったにゃ。へえ。繁華街で買い物した時も面白いもんたくさんあって選ぶの大変だったんだぞ。そのお土産も俺がじっくりと時間をかけて選んだんだから大切にしろよ。はい、もちろんですよ。うん、ほんじゃあ俺は行くな。待って来週。菊丸先輩にお土産をもらっちゃった、大切にしようっと。これ何なの、お土産は。食べ物、それともキーホルダー。普通に走り込みでいいかな。瞬発力も同時に鍛えられるか、ちょっとだけど。カイドウもだいぶ部長らしくなったね。正確ファイト。あ、一回だけか今佐久野ちゃんが一番後ろだったのが気になるけど、15歳13だから当たり前だけど、あれで15歳でも待って、15ってことは死者誤入生の20歳ってことだよね。だったら納得。うんうん、死者誤入生 20歳かで、お祝いどうしようかな。やっぱり行った方。やめよう。めでたくはないとか言われそう。なんか本人も忘れてるような気もするし。おお、正確ファイト。カイドウ追い抜くぜ。よーし。褒められる？褒められないよ。お、その調子を維持できりゃ何も怖いもんはね。ちょっと笑ってるね。いいか、気抜くんじゃねえぞ。当たり前じゃボケ。誰だと思ってるんじゃ。こん当てか。こん当てね。コーン当て、はじめ。なんでそんな気合入ってんの。黄色。あぶねえ。赤。ああ、間違ったー。青。え、嘘、今下押したよ。黄色じゃねえのか。黄色。ふう、なんとか。ふう、今日の練習もハードだったな。でも私はまだまだだもん、もっと練習しなくちゃ。もう用は終わったか。うっす、待ってください、このボールを片付けてから。キャッ。油断してるからだ。そんなんじゃ明日の新人戦やっていけねえぞ。なんかピッチリしてる。私油断なんかしてませんよ、ちょっとぼーっとしてただけで。それを油断ってんだ。お、優しいじゃん。ほら、このボールで最後だな。すみません、カイドウ部長。知っての通り、送ってもらった。明日は新人戦だ。全国終わってから結構経ちましたよね。試合感鈍ってねえだろうな。当たり前じゃ。カイドウ部長、相手してくれませんか。まさか練習してます。試合感鈍ってるかもな。相手してくれませんかって言ったら、なんか普通に公園で時間潰しそうだから、普通にしとこうか。それでいい。俺はお前のサボっているとこなんざ見たことねえ。うっす、でもカイドウ部長の目を盗んでこっそりサボってたのかもしれませんよ。その体を見てりゃわかる。体見ないで。鍛えられた筋肉だ。そうですか、でもちょっと複雑な気分。そのペースを続けろ。うん、この道からは別々だ。じゃあな。優しいじゃないですか。バカ野郎、でけえ声でわめくんじゃねえ。うっす。おお、何、ちょっと三角関係になったりしないでよ今日。ああ、良好のままだ。まあ、野生部してから行くか。新人戦か。
女の子と当たるのかな。あんちゃんか鳥取さんは違うっしょ。ナミちゃん、ナミちゃんは同じ学校だから違うか。下からにしよう。なんか中学1、2年の時は3年生の先輩が卒業した時は泣いたんだけど、でも私が3年の時に引退した時はなぜか泣かなかったわ。あ、いないメモじゃないや、カレンダー見とこ。新人戦、あ、新人戦のことはだいぶ何もない。あ、イベも11時だったんだ。11月だったんだ。学園祭って中学で学園祭 ないよな、あんまり。私立はあんのかな。新レギュラーの初戦だし頑張るぞ。気合入れるぞ。おお、お前朝からブツブツ何言ってんの。え、いや今日は新人戦だから気持ちを奮い立たせようと。ビビってるんだ。たかだか新人戦に。練習は死ぬほどやってるけど、ビビってるよ。余裕はないけど自信はあるよ。まあ練習はやってますよ。あの程度の練習で自信満々。なんだと。うわ、こいつムカつく。あの程度って。まあ俺と対戦するわけじゃないから。お前にも勝つし、そこそこいけると思うけど。お前ランキング1位だからな、私今。どういう意味？新人戦ってくらいだから、相手もたかが知れてるって意味。お前の方が強いんじゃない？え、ありがとう。別に褒めてないけど。どんぐりの背比べ。お前全然身長伸びてねえな。そう、頑張ろうね、龍馬くん。そろそろ行かないとまずくない？そうだね。ほら、行くよ。あ、でも一緒に学校行ってくれるんだ。受ける。こうして新人戦が始まった。3年生が引退した後の新レギュラーでの試合だったけど、性格の強さに変わりはなかった。少しハラハラする場面もあったけど、チームとしての強さは揺るぎなく、決勝戦まで順調に駒を進めた。そして決勝の相手は不動峰中だ。やっぱ不動峰か。私の、え、何これ。レギュラー少な、龍馬くんでいいや。そろそろみたいだよ、決勝戦。よし、気合全開。新勝新生性格の初の公式戦だもんね。いずれも優勝決めなくっちゃ。当然お前がヘマしない限り負けるはずないけどね。うん、しないわよ、失礼なやつ。ほら行くよ。もたもたしてると試合に遅れるよ。うん。あ、でもこいつら菊丸みたいにドンマイとか言ってくれなさそうだからな。相手は大峰中のイブシンジ橘アンペアだ。三角関係。先輩から引き継いだデータによると、イブシンジのスポット攻撃、橘妹のデータテニスには要注意ってことだぜ。かなり厄介な相手だけど、勝敗を決めるのは二人の呼吸次第だよな。うん、ありがとう堀尾くん。じゃあ気合ボールをステータスに振り分けて。おお、精神力いらないっしょ。知識ちょっとパワー上げた。待て、ちょっと1個だけ、うん、こんな感じでいっか。パワーと瞬発力差が100あるんだけど、あれあー、よし、これでいこう。今日もいい試合しましょうね。よろぴく。はい、望むところです。君ってさ、いつも元気だよね。私のことよく見てくれるんだ。別に褒めてるわけじゃないんだけどね。けど元気がいいと明るいって言われて、いろいろ得だよな。でかい声出せない。どうしたんですか。ちょっとね。というわけで君には勝たせないからね。でも怒ると怖そう。あんちゃんかわいい。4対3。あ、リードしてるんだ、よかった。あとべ。バラ咲いてる。評定レギュラーのジャージ結構ダサくないか。オラオラオラ。やべ、これミスったら龍馬くんに本当に怒られちゃうから、真面目にやろうかな。
と言いつつちょっと喋りたいけど、あ、体力も増えたことだし、よし、プレイ、行きます。え、早い、早いでしょ、やりでしょ、パワー上げたからでしょ。てかデフォルトでこのセリフなのかな。ほらね、やり、リョウマくんの出番ないよこのワンゲーム。よく返したね。ほらね、リョウマくん絶対ビビってるのがないし、あれこいつ俺より強いかもって。任せて、遅いよ。あ、まだまだだね。このチビキャラのリョウマくんかわいい。あ、ここは何もやんなくていいかな。性格コン、性格魂、早いっしょ、ね、あのオラオラ使ってなくても早いっしょ十分。ワンゲームどころかあれも取れない。ワンポイント、はいや、はいや、あ、1ポイントって言うんだっけ、堀尾くんが言ってた。もう新手にで、あの桐原さんが柳先輩あたりに1ポイントも取れないなんてって言ってたよね。どんだけ強いんだろうね、あの3強。ミスんなよ、一回も必殺技使ってないんだけど。あ、そう、任せて。フィニッシュって何、必殺技出せんの。嘘、あ、出す前に終わった。私だって声楽の一員なんだから。出す前に終わっちゃったよ。出せるのかな、フィニッシュって書いてあるけど、ちょっと後で説明書読んでみよう。圧勝じゃん。そうだね、これでこの新人戦、私たち声楽の勝利、優勝だね。まだ気が早いんじゃない、副将戦が終わっただけだよ。大丈夫、ナミちゃんたちが負けるわけないよ。まあそうだけどね。確かにね。今日は乾杯ね、もっと頑張らなきゃ。乾杯だな。やっぱりまだ何か隠してる力があると思ってたんだよな。でもこれで終わりじゃないからね、次はぶっ倒す。うん、他のみんなは粘りに粘って勝ちを決め、声楽は新人戦を優勝で飾った。新チームでの初優勝、みんなすごいよ、やっぱり声楽はこうでなくちゃ。これ河村寿司いけない。お、試合見てたよ、かなりいいゲーム運びができてたじゃんか。でしょ、私のおかげね。私なんて菊丸先輩と比べたらまだまだですよ。俺と比べたってもうダメだよ。え、どうしてですか。そりゃ決まってるじゃん、だってもう俺部活引退しちゃってるし。でも菊丸先輩は私の目標みたいなものだし。つまりさ、お前はお前のスタイルを作り上げなきゃダメだよって話。これから上昇声楽を目指すんなら、やっぱお前自身オリジナルな強さを持たなきゃね。ほいじゃ、これからも頑張れよ。うす、お、寿司、もうすっかり恒例だけど今回はちょっと違うんだ。それは、ああ、さあさあ、今日もおじさんのおごりだ。川村さんがいない。タカさんは、すんません、先輩が引退したのに世話になって。何言ってんだい、声楽テニス部は身内も一緒だよ。さあどんどん食って。でもさ、これ、うん、この龍馬くんの代までしかできないんじゃない。じゃあ失礼します。そうだよね。それでは声楽テニス部の新人戦勝利を祝して乾杯。乾杯、乾杯。あ、でもまだ龍崎先生がいるか。お、あんたも勝ったのかい。はい、おかげさまで。そうかい、そうかい、そりゃよかった。あ、そっちの彼だわ。新井正史っす。あれ、しっかりしてんじゃん。池田正也です。うん、名前に似てんな。どんどん食ってくれよ、赤井くんと池田くん。新井っす。池田です。影薄いんですかね、新井先輩たち。聞こえてるし。うっせ。いやでもほんとご苦労さん、新レギュラーも頼もしいし、
声楽テニス部は安泰だ。そんな頼もしいだなんて。あ、ちょっと可愛いじゃん。ですね、唯一の黒星って何ですから。それはお前、組み合わせの運ってやつで。あれ、自分でまだまだって言ってたのに。うっせえ女だな。そんなに荒井をいじめるなよ。あ、川村先輩。う、来たか。うん、じゃなくて、はい、親方。これ、親方って呼ぶんですか？これからは本格的な修行なんで、つけ場に入ったら親でも子でもないって言ってあるんだよ。うわ、厳しい。いや、それぐらいじゃないと仕事を覚えないからね。そういうことか。まだ握らせるには10年早いんだが、今日はたくさん食べてもらわねえといけねえ。こいつも可愛い後輩のために、どうしてもつけ場に立ちたいっていうもんだからな。じゃあ、たかし、ここは頼んだぞ。はい。じゃあ今日は川村先輩も握ってくれるんですかね。いや、親父も言った通り、握るのはまだまだ早いからね。シャリ切ったり、巻物を手伝ったりするくらいだよ。シャリって何？米？シャリ切る？何ですかそれ。こっそり握ってくださいよ。そうですか、早く握ってもらいたいな。シャリ切るってのもう、まあまあ私じゃん。お前そんなことも知られぬかとか言われそう。早く握ってもらいたいな。本当かいそれ。本当ですよ。いつか川村先輩の握ったお寿司、お腹いっぱい食べてみたい。いつか一人前になったら、真っ先にお前を招待するよ。サンキュー。本当ですか？約束ですよ。うん。じゃあ遠慮せずにいただきまーす。もぐもぐ。おいしい。普通に終わったね。今週はか。今日はがないの？今日は。明日休みじゃん。10月13日。よし、じゃあセーブして終わろっかな。結構長くなったかな。そんなことない。で、次回何しよっかな。なんかつまみ食いのイベントとかってもうなくない？一応上げとく？ルックスも上げとくか。だったら学力も上げといた方がいいよね。2学期の期末テストとかさ、あったりすんのかな。一学期だけとは限んないよね。まあ新実践が終わったらゆっくり勉強しよっかな。さあ卒業式の日に告白されたりとかすんのかな。よし、じゃあ次回もよろしくお願いします。